はいどうも、熊本美容師の杉谷です。今日は、ステーディングオイルですね。トラックヘアオイル、すげえ人気ですよね。金木犀の香り、これをですね、こうタイトル通り、使うな危険っていうことですね。使ってはいけない人もこういるよっていう、トラックヘアオイルの、まあ、金木犀の香りナンバーワンツースリーってあるんですけども、特に3番ですねのこう使ってはいけない人、まあこうトラックオイル自体が危険とかじゃないんですけども、使ってはいけない人っていうのをこうご紹介していこうと思います。使ってはいけない人、まあ簡単に率直に言いますと、まあ細毛、猫っ毛、もしくはちょっと張り腰がない人、まあいくらね、こうトラックヘアオイルが流行ってるからといって、もう金木犀のこれ好きですよね皆さん。でも好きなんだけど、これね、今言った猫っ毛、癖っ毛、癖っ毛じゃねえや、猫っ毛、細い毛、張り腰がない人が使うとマジでベタベタになるんですよ。なんか風呂入ってない人みたいな髪の毛になっちゃうんで、あんまりおすすめしないかなっていう意味で今日はこの動画を撮らせてもらってます。まあそれに類似してですね、まあ例えば N ドットもすげえ流行ってますよね。これが今セージ&クローブっていう新しい香りなんですけども、まあ使い心地は前の N ドットと変わんないんですよ。 N ドット変わんないんですけども、そのやっぱこっちと一緒で少しやっぱ質感が重いんで、ベターっとした感じになっちゃうんで、やっぱ細毛、猫っ毛、まあ、ちょっと張り腰がない人はちょっとあんまおすすめしないかなっていうですね、こう稲津の提案です。逆にですよ、じゃあ何使えばいいのっていうのがありますよね。何使えばいいのっていう人はおすすめ、まあ、いっぱいあるんでしょうけども、僕はもう前々から僕のチャンネルで言ってるのがモイヘアオイルですね。このモイヘアオイルは結構細毛、癖毛、細毛、猫毛、まあ、ちょっと張り腰がない人あたりはですね、すごく使いやすい、質感が軽いです。私どのオイル使えばいいんですかみたいなですね、コメントを結構もいただくことがあるんですよ。まあ、細毛ですとか、結構もうこればっかりですね僕は。この灰色のやつはなんか通常版みたいで、もう少ししたら冬になるんですけども、冬になってくるとこのモイオイルのですねピンクバージョンが出るんですよ。去年から発売したのかな。それですね、かなり香りも良かったですね、スパイキーな香りで。まあこちらの動画を見てもらえるといいかなと思います。はい、オイルじゃないっていう選択肢もあるじゃないですか。例えば巻いた髪の毛、外羽とか巻いた髪の毛に対してはオイルね、なんかつけると束感できていいんですけども、オイルじゃなくて金木犀の香りが私欲しいのよっていうですね、金木犀の香りないですよね普通ですね。これもトラックヘアオイルもなんか金木犀の香りっては書いてないんですよね。なんか忘れましたね、何だったかな、フローラルなんちゃらみたいな、全然わかんないですけども、金木犀の香りって書いてあっても金木犀の香りじゃないオイルとかいっぱいあるじゃないですか。オイルじゃなくても香水とかもですもんね。でもこれ金木犀の香り、まあ、マジでするんですよ。ですごい問い合わせも多いんですよね。今うちでも20件いかないぐらいのお取り置きをしてるんですよ。今なんかこう在庫がないみたいで、メーカーさん、ディーラーさんの方にですね、まあ連絡機次第こう連絡してお渡しするって形なんですけど、そんぐらいみんな欲しいし、取り扱ってるとこも少ない、これチャンスですよ。でも合わない人がいる、危険な人がいる、つけるともう風呂入ってない、もうそのままじゃ会社行けないみたいな人が出てくるんですよね。でも金木犀の香りは欲しいっていう人は、ちょっと待ってね、でも金木犀の香りが欲しいっていう人はこのトラック、これもクリームなんですよね。でこのトラックのクリームがナンバー3で、一緒の金木犀の香りなんですよ。一緒の金木犀の香りで、なんていうかあんまつけた感じがしない、表現がすごく悪いんですけど、さらっとしたつけ心地なんですよね。でそれさっき言った猫っ毛、細毛、なんだっけ、張り腰のない人っていうので、金木犀の香りが欲しい、でもなんかつけときたい、でもこいつは重いから稲津やめとけって言ったっていう人はこれですね、このクリーム、トラックのクリームナンバー3、これがおすすめです。はい、でこれなんか、ヘア&ボディ&ハンド用クリーム、まあ、全身使えるみたいな感じなんで、まあ今なんか流行ってるようなやつと一緒ですよね。でも結構これ僕多用するんですよ。っていうのもやっぱこうオイルじゃないけどこの香りを嗅いでほしいみたいな人にですね、やっぱこれ勧めるとかつけると、もう何も言わないでも欲しいみたいな感じになっちゃうんで、あもうぜひぜひあります、2個ぐらい買っていってくださいみたいな感じになるんですよねまあでもこれおすすめですね。だから、まあ、代替案としましては、まあタイトルではこれね、まあ細い毛、猫っ毛、なんだっけ、張り腰のない髪の毛の人にはまあ、危険、使うなって言ってますけど、代替案としてはこのトラッククリームはいかがでしょうっていうことですね。
まあそのトラックヘアオイルで今調べるといっぱいおすすめだぜみたいなね、おすすめだぜみたいなこと言ってますけど、結局質感は N ドットとあんま変わんないんで、やっぱさっき言ったあの毛ね、3つの毛の人は合わないかなっていうのが僕の中でありますね。それでもオイルが使いたいっていう人はこっちモイオイル、まあ、これめちゃめちゃおすすめです。軽いですし使いやすいし、しかもプッシュ式なんでめちゃめちゃ出しやすいですね。はい、まあおすすめしてる人がいっぱいいる中、僕もおすすめする動画1本上げてます。まあ、この動画ですね、この動画1本上げてるプラス、ジェルの使い方ですね。ジェルちょっと待っててね、チョキチョキ、はい、ジェルね、ジェルトラックのジェルの使い方も分かんないみたいな人いたんで、まあ、ほぼ1瓶使ってあのレビューしたのもあったんですよ。これに関してはレビューしてる人あんま少ないかな。はい、でも結構分かりやすい動画になってると思います。なのでちょっとまあジェルも気になる人っていうのは、まあこの動画見てもらったらいいかなと思います。はい、まあそのメリットばっかりじゃなくてやっぱデメリットもあるわけですよ。デメリットも忖度なしで使えていかないと、これ PR とは違いますよ。いいことしか言わないんですけど、まあ僕まあね、何本も使った結果、やっぱ今言った毛、細毛、猫毛、なんだっけ、張り腰がない毛っていう、まあいわゆるそういう形にはやっぱ合わない。合う髪の毛っていうのは、まあ髪の毛硬い人、まあ剛毛な人一緒か、ちょっと癖毛とかの人は結構いい感じにこうウェービーな感じになりますね。とかまあ真逆な、まあ普通毛の人もいます、もちろんですね。まあ巻いた後とかすごくいいかなと思います。あと結んだ髪の毛のここにつけとけばまとまりもすごくいいですし、揮発しにくいタイプのオイルなんで、全然スタイリングオイルとして使ってください。でも揮発しにくいってことは、ヘアケアオイル、例えばお風呂から上がった後の、ドレーする前のオイルにはあんま向いてないかなと思います。そっちの場合は揮発しやすいオイル、例えば N ドットのなんか黄色いやつとかありますね。ああいうオイルをつけられるといいかなと思います。まあ今日はですね、はい、これはやめとけと。でも、それでも金木犀が私は欲しいのよっていう人は、クリーム、めちゃめちゃクリームおすすめです。なんかもう、おしゃれじゃないですか、こうね。おしゃれじゃないですかってわけわかんないんですけども、クリームを使ってください。とりあえず流行ってるからって言って手出しちゃダメですよ、絶対ですね。でまあそれ以外でなんかおすすめのオイルクリームが知りたいっていう人はコメントください。お教えします、アドバイスもします。あとなんか皆さんが使ってらっしゃるこれいいよみたいな、私のトラックオイル合わなかったけどこのオイルがすごくね、細毛ね、猫毛な、張り腰がない毛の方でこのオイルすごく合うよとかいう人は、もしよかったらですね、ご教授願えると助かります。まあそれがですね、まあこの見てる人たちのシェアにもつながると思うんで、まあよかったらどんどんコメントよろしくお願いします。みんなのヘアケアとかもですね、僕知りたいんで、もう遠慮なくなんか私こんなことしてるみたいなの書いてもらえたらすごく嬉しいかな。あともしこれ使ってる人、トラックのクリームナンバー3で使ってる人で、まあ、こんなスタイル、パーマスタイルで使いやすいですよとかあるならば、それもコメントしてもらうとすごくありがたいです。はいはい、で今日動画いかがだったでしょうか。ですね、まあそのオイル自体がダメっていうわけじゃないです。でもやっぱ得手不得手がありますよね。さっき言ったこの燃えオイルがいいですよって言ったんですけども、これも得手不得手があって、細い毛とかにはすごく合うんですけども、やっぱ太い毛とかそのね、ゴワゴワしてる毛にはあんま合わないわけですよ。つけた気がしないんですよね、しねえんですよ。ですのでやっぱ得手不得手があるんで、やっぱデメリットを伝えてる人が僕は少ないなと思って、これは狙い目チャンスだと思って今日動画を上げさせてもらいました。はい、ということでこの動画がですね、良かったなと、参考になったなと思う人はぜひともいいねボタンとコメントよろしくお願いします。まあですね、クリエイターにとって一番嫌なのは無反応なんですよ、無関心。もうバットでもいいんでもらった方が分かる、なんか次の動画のね、励みになると言いますか、まあよかったらですね、まあ本当いいねとコメントもらえるとすごく嬉しいです。まあチャンネル登録しない人はチャンネル登録もしてもらえたら嬉しいです。はい、ではまたですね、ヘアケアのことに関してどんどんこうアップロードしていきますんで、ぜひともまた今次の動画もですね、よろしくお願いします。じゃあ、ありがとうございました。